商品レビュー専門ハムスワンの提供です。今回はライトニングケーブル、シンプルな白色ですね。商品レビュー専門ハムスワンの提供です。坂井さん、 iPhone 使ってます？ iPhone です。ライトニングケーブルってどのような基準で選んでます？やわじゃない、端子のつなぎ目のところがダメになっちゃうんです。そうですよね、うん、だからといってごついのって嫌じゃないですか？ごついのは嫌です。今回、まあ、長さは1メーターでちょっと中性より短めなんですけど、デザイン的に、まあ、ちょっと太いというだけで、うん、ああでもしっかりしてますね。純正品より太いですよね。お強いライトニングケーブルっていうと、はい、もう明らかに強いとか、はいはいはい、デザインがいかにもみたいな。そうですね、ここなんか程よい、ここがダメになるんですよ、ここがね。これ大丈夫そうですね。これ太いですから、ね、太い太い、純正品ってすごくスリムでいいんですけど、うん、やっぱし断線しやすいね。ほんとそう、しやすい。あと高い、高い。これだったら半額ぐらいですからね。あ、そうですか、はい、でも認定、ただ認定なんですよね。ね、だから iOS バージョンアップしても使えます。ああなるほど。ディスカウントとかでよく売ってるじゃないですか、うん、安く、うん、あそこで安いなと思って買うと iOS バージョンアップしたら使えないんですよ。だから車に積んどくじゃないですか、そういうのを、うんうん、それで iOS バージョンアップして、うん、車であちょっと充電わずかだからってことで充電しようとしたら、うん、充電できないって、うん、それで着信取れない、メールも取れない、ね、LINE もできないって。もう今ね、もうね、携帯がなくてはね、はい、そうですね、コミュニケーションツール以上に仕事にも使ってますからね、はい、もう商売上がったんで、ね、そうなんですよ、大事。デザインはほぼ純正と変わらない、はい、ただ若干太くて断線しにくい、はい、そういう利点がありますね。はい、アップル認証ですので長く使える、うん、安心ですね。ハムスワンの提供、商品レビュー専門でした。ありがとうございます。久しぶり、なんで出たんですか、ガチで。